丹ン寺門東高島区は中華人民共和国北京市に位置する四角区。かつては遠平県に属した。古来から東にというを望み、西は頂上が走り、砂漠に通じる地と呼ばれる。区の大きさは南北3 4トル東西6 2トル面積は1455平方キロメートルに及ぶ。区の西部には太閤山脈から伸びる山脈があり。 山地面積が98.5%、平地面積は1.5%に過ぎない。区内の最高峰は東霊山で、同時に北京市の最高峰でもある。高低差が激しく、区の中で植生の垂直分布が見られる。主要河川は A 定川で、区内を 100km にわたり流れる。全283年、つばめ昭王により、門東高地区にはたに、 両用軍が設置された。新台には、甲明ら、上谷軍が設置され、随発には優秀ざ美県及び、燕州素陽県が設置されて、607年の修正廃止に伴いあざ美県及び、懐恵比寿県に改変された。781年、あざ美県西部と公平県東部を統合し新たに、優徳県が誕生。1012年には、延平県に改称され、 民国末まで延平の名称が添い重ねされた。中華人民共和国が成立すると、延平権を分割し一部は、河北省延平権、一部は、北京市第16区へと改変された。1952年9月、両者は京西高区に編入され、1958年5月に、門東高区と改称され現在に至っている。この節の参考資料、ありがとうございます。